はい、どうも、白熊先生です。今日お話したいのはですね、女優のですね、能年玲奈さん、まあ、現在はのんさんっていうね、名前でやってますけども、この方がですね、今回 YouTube を開設したわけなんですけども、なんとですね、裏側に存在するですね、男たちの存在に対してですね、辛辣意見が現在殺到しているということなんですね。今回の動画はですね、それの詳細、そしてですね、芸能人がやる YouTube のですね、一番の魅力とはということに関してですね、ちょっといろいろと話の方をしていきたいと思います。まずなんですけども、能年玲奈さんといえばですね、もともとですね、朝ドラでめちゃくちゃ大ブレイクした女優さんなんですけども、その後ですね、事務所とですね、いろいろといざこざがあってですね、最終的にですね、事務所を辞めるっていう形になりましたよね。で、その結果ですね、能年玲奈っていう名前が使えなくなってしまって、のんさんっていうふうに改名したわけなんですね。でですね、その後、言ってみたら事務所の圧力によってですね、地上波のテレビにはほとんど出れなくなってしまいました。ただですね、のんさん自体はものすごくですね、魅力的で才能もあって、仕事もね、ちゃんと来る方なんで、普通にですね、CM だったりとか、もしくはですね、別の仕事だったりとかは普通にたくさんしてます。ただ、未だにですね、例えば地上波ドラマだったりとか、そういうのにはですね、圧力によってなかなか出られないっていうのが現状なんですね。でですね、そんなのんさんがですね、この度、9月20日に YouTube チャンネルを始めたわけなんですね。でですね、その中でですね、あるですね、辛辣な批判がですね、殺到しているっていう話なんですよ。でですね、これね、こののんさんのですね、チャンネルってどういう形式でスタートしていくか、進めていくかっていうと、いわゆるですね、そのカメラマンといいますか、裏方のですね、男性とのこのおしゃべりを中心にね、進んでいくっていう感じなんですね。結構あったりするじゃないですか。例えば、こうね、テレビのバラエティ番組とかでも、じゃあ芸人さんがね、バンジージャンプに挑戦しますっていう風になってる時に、こうカメラを構えてるで、カメラを構えてる側のね、こうスタッフさんとかが、そうですね、じゃあ今日は誰々さん何とかしていただきますからみたいな感じで声だけで出演するみたいなパターンってありますよね。で、それに対して芸人さんが、どういうことですかみたいな感じになって、そのカメラの向こう側にいるディレクターさんと会話しながらみたいな感じで進んでいくみたいな、そういうのあるじゃないですか。で、まさにこののんさんの YouTube もですね、そういった形式で、そのスタッフさん側のですね、男性さんたち。この方は当然顔も出ませんよ。当たり前ですけど。画面には基本的にのんさんだけが映ってるんですけども、のんさんの一人喋りというよりは、そのスタッフの男性さんたちとの会話で成り立っていくっていう感じの YouTube なんですね。で、その男性さんたちがとにかくうぜえんだよというね、そういう意見が殺到してるわけなんですね。じゃあこれ一体どのようにうざいのか、ちょっと詳しく話していきます。そもそもなんですけど、例えばこの1本目の動画に関してはですね、この YouTube チャンネル名前を決めるっていうですね、言ってみたらその、会なんですね。で、それで、こういうのどうですか、ああいうのどうですかってことをスタッフさん側とのんさん側がいろいろ意見を言いながら、決めていくっていう感じなんですよ。でですね、その中でですね、こいつちょっとうぜえなってなった人がいるんですね。それが誰かっていうと、その中心人物、そのカメラの向こう側で喋る側の男性スタッフの中の、特に中心人物とされている関西弁男性スタッフなんですね。で、これ何がうざいかっていうと、そののんさんの YouTube なのに、のんさん以上にこいつがベラベラ喋るっていうことなんですね。このスタッフの発言が前面にですね、押し出してですね、押し出されてしまっているわけなんですよ。実際ファンの間ではですね、透明感のあるのんちゃんに対し、押しの強いおじさんたちがミスマッチすぎるとかですね、騒がしい男たちのテロップに変えた、男たちの声をテロップに変えた方がいいのではとかですね、周りの大人の入れ知恵ではなく、のんちゃんの個性が生きるよう彼女の思うようにやってほしいっていう、といったですね、こういった厳しい声がですね、すごく届いてるらしいんですね。で、実際にですね、その動画の中でも、そののんさんがですね、周囲の大人たちにですね、遠慮してしまってるような姿もですね、結構見受けられるらしいんですよ。例えばですね、先ほど言った YouTube チャンネルのですね、その動画の、その YouTube チャンネルの、その名前を決めるね、動画の中でも、例えばのんさんがですね、過去にですね、メイクさんから指がですね、この白魚のようにね、綺麗だと言われた経験からですね、のんさんがですね、のんの白魚チャンネルってどうですかっていう名前を考案したらしいんですね。そしたらそれに関してですね、間髪入れるですね、先ほど言った男性スタッフがですね、いやー、その名前にすると白魚を見たって言われてしまうんですよねっていう風に、もう速攻でですね、却下するんですね。で、それに対してのんさんも、あ、そっかそっか、みたいな感じで、すぐに撤回しちゃう、みたいな感じなんですよ。このようにですね、何が言いたいかっていうと、その、のんさんのパワーバランスっていうよりも、周りにいるおじさんたちのパワーバランスが強くて、それにのんさんが遠慮して意見がなかなか言えない、そっち側の意見ばっかり採用しちゃう、みたいな雰囲気がすごい出ちゃってるんですよね。全面に出ちゃってると。っていう部分から批判の声が飛んでるってことなんですよ。だからおそらくこの YouTube チャンネルを見てる人からすると、そののんさんの飾らない普段の姿が見たいと思って見てるのに、なんでこんな関西弁のおじさんの声がガンガン入ってきてんだみたいなね。こいつの意見中心で動画が進むんだよっていう思いがあるのかもしれません。というのがですね、まずニュースの内容となっております。じゃあそこから何が見えてくるのかって話なんですけども、僕思うんですけど、YouTube チャンネルっていろんなジャンルあると思うんですけど、のんさんの YouTube チャンネルに対して言えば、
ね、ぶっちゃけ企画性なんて全くなくたって伸びるんじゃないのっていうふうに正直思っちゃいましたね。はい。というのは何かっていうとですね、結局その女優さんが今 YouTube チャンネルやってるパターンって結構あるじゃないですか。うん。じゃあ、女優さんがやってる YouTube チャンネルって、まあ、結局ですね、どんなことやってんのっていうと、大したことやってないんですよね。別に。うん。別にですね、何かすごい画期的な企画をやってるだったりとか、その中でその人たちがめちゃくちゃ面白いかったりとか、そういう立ち回りをしてるとか、そういうわけでもなかったりするんですよね。まあ、ただですね、それでも動画はぐんわんぐわん伸びていくわけですよ。で、それは結局なんでかっていうと、いわゆるこういうですね、女優さんという仕事はですね、普段ですね、その仕事をしている姿っていうのは何かを演技している姿なわけですから、その人の素の姿っていうのがなかなか分かんなかったりするわけなんですよ。うん。まあ、唯一ですね、その番組の番宣のためにですね、バラエティ番組出てきた時くらいは、まあ、なんとなくこの人ってこういう人なんだなってことが分かるかもしれませんけども、そう、プライベートな部分だったりとか、素の部分っていうのが全然見えてこないんですよね。まあ、だから逆に言うと何かっていうと、そういう素の部分を晒すことがですね、イコール商品価値っていう風になるわけなんですよ。はい。まあ、だから、いろんな、例えば、川口春奈さんでしたっけ？なんか人気のね、若い女優さんいらっしゃるじゃないですか。あの方がやってる YouTube とかもぶっちゃけ大したことなんて何もしないんですよ。ぶっちゃけ言っちゃいますけども、うん、彼女が楽しそうにただ何かをやっているだけなんですよね。でもそれでいいんですよ。ファンの人たちからすると川口さんの普段の素のねありのままのね、リラックスしてる姿を見てる人は癒されたいわけなんですよね。うん。だからそれで考えるとこのノンさんもまさにそうで、その男性スタッフがバー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 会話でめちゃくちゃ入ってくるわけじゃないですかね。そんなのいらないんですよ別に。うん。まあ、確かにそのスタッフさんとの会話で進めた方がまあ対話になっている分やりやすいかもしれませんけども、そんなこといらなくて、ノンさんがどれだけ楽しかったとしてもですね、一人で好きに自由に喋ればいいんですよ。それをファンは見たいんですよね。はい。まあ、良くも悪くも企画の内容なんでそこまで関係ないですから、一番の大事な点、それは何かっていうと、ノンさんという人物が何かをするっていうここなんですよね。ここ、うん。まあ、だからそういう点で言うとね、芸能人っていうのは結構お得と言いますか、だったりとかしますよね。うん。だってその人自体にすでに価値があるんだから、その人が何かやること自体がものすごくですね、その動画が の伸びに繋がるわけですからね。対して僕らみたいな一般人が YouTube をやる際は、自分自体に別に価値がないわけですから、ってなってくるとやっぱり中身で勝負したりとかね、付加価値的なもので勝負するしかないわけですから、うん。だからそう考えるとね、芸能人の方々がまあ、昨今こぞってですね、YouTube チャンネルにぐーってものすごい勢いで入ってくるじゃないですか。まあ、その理由もわかりますよね。まあ、要は美味しいからっていうことなわけですよ。うん。で、逆にそのどれだけ芸能人の方でも現在あんまりネームバリューがなかったりとかね、まあ、昔めっちゃ有名だったかもしれんけど今そんな有名じゃないよねみたいな、そういった人が YouTube 始めてもですね、あんまり伸びなかったりするっていうのは、まあ、まさにそういうことよねっていうね、ことなんじゃないかなって思います。はい。というわけですね、今日はこの辺で終わりたいと思います。この話ですね、ちょっとも共感してくださった方、よかったら高評価ですね、チャンネル登録、あとコメントありましたらぜひよろしくお願いします。どうもありがとうございました。